アーハエヌは1998年9月28日からテレビ愛知で放送されていた音楽番組2015年10月4日深夜からは後継番組 ANN が放送されているプロモーションビデオの放送を専門とする音楽番組で毎回様々なミュージシャンたちの PV や彼らからのメッセージ VTR などを放送している2000年代末期からは その回で特集するミュージシャンたちをゲストに招き、番組ナビゲーターが、スタジオで彼らと音楽トークをするコーナーも設けている。取り扱う楽曲のジャンルは J-POP が中心で、ゲストミュージシャンたちもそれに準じているが、企画開放掃除には洋楽や K-POP など J-POP 以外のジャンルを特集することもある。ナビゲーターによる曲目解説パートの収録は、 名古屋市中草会にあるテレビ愛知サテライトスタジオのサブで行われている。1998年9月25日までテレビ愛知で放送されていた平日深夜のミニ番組ミュージックカフェが開大リニューアルしたもので、開大当初は同様に週5日間の帯で放送されていた。しかし、2000年代に入ると徐々に放送頻度が減っていき、最終的には日曜午前枠で、 1> 週一回限りの放送となった。日曜午前枠への移動から一年後の2003年1月、番組は突如放送時間77分の番組に昇格し、以後は木曜深夜枠で放送されるようになった。さらには金曜深夜枠でも放送されるようになり、以後しばらくは木曜深夜版と金曜深夜版の2本立てで放送されるようになった。ただし、放送内容自体は、 両者ともに同じで、金曜深夜版は木曜深夜版の再放送扱いで放送されていた。その後、番組は2004年12月をもって海題リニューアルし、以来木曜深夜版は、アーハ、エヌ・ノワールと、金曜深夜版は、アーハ、エヌ・ルージュと題して放送されるようになった。両タイトルへの海題以降、木曜深夜の、ノワールでは、男性ミュージシャンの PV のみを特集し、 金曜深夜のルージュでは女性ミュージシャンの PV のみを特集するという趣旨の違いが付加された。さらには地上デジタル放送の機能の一つであるマルチ編成を利用した両タイトル同時放送をも実施するようになった。これはノワール放送時にはサブチャンネルでルージュの放送を行い、ルージュ放送時には逆にノワールをサブチャンネルで放送するというものだった。なお、 両タイトルの放送期間中、月曜深夜枠でも、アーハ・エヌ・エクセレントという関連番組がスタートしたが、こちらはわずか2ヶ月で打ち切られた。さらに番組は2006年10月をもって、再び解体リニューアルし、以来木曜深夜の、ノワールは、アーハ・エヌ・バリエと、金曜深夜の、ルージュは、アーハ・エヌ・シュプレームと題して放送されるようになった。両タイトルへの解体以降、 木曜深夜のバリエでは PV だけでなくミュージシャン本人からのメッセージ VTR や番組企画などを放送し金曜深夜のシュプレームでは PV のみをフルで放送するという趣旨の違いが付加された。しかし2007年3月にシュプレームが切り捨てられる形で終了。それに伴い地上デジタル放送で実施していたサブチャンネル同時放送も3月いっぱいで廃止された。 番組は、以後しばらくは、アーハ、エヌバリエ一本のみで放送され続けることになるが、それと時期を同じくして、テレビ愛知に中途入社したばかりの水口美希が、ナビゲーターに就任。それまで、この番組のナビゲーターはナレーションのみで、顔出し出演まではなかったが、水口は司会進行役も兼任し、ゲストミュージシャンたちとのトークの場の確立に大きく、貢献した。そして、 2008年10月には日曜深夜枠で新タイトルのアーハ・ N ・ミュージック・チャンネルがスタートし番組は再び2本立てで放送されるようになったしかし2009年3月をもってバリエが終了し以後は日曜深夜のミュージック・チャンネル1本のみで放送されるようになった加えて同年12月には水口がテレビ愛知を退社したため再び司会進行役が 不在の状態となった。その後は暫定的にゲストミュージシャンたち本人が臨番でナビゲーターを務めるという方式でつないでいたが、2010年4月からジップ FM ミュージックナビゲーターのハットリアイコが水口の公認になることが決定。さらに同年7月からはアーハ N という関連ミニ番組が放送されるようになった。2010年10月から2013年9月までは、 当時テレビ愛知のアナウンサーだった名古屋良子がナビゲーターを務めていた。いずれも日本標準時。このか、2003年1月から2010年3月までは別の時間帯で再放送を行っていたが、以後はレギュラーでは行わずに深夜編成の穴埋めで単発放送をする程度に止まっている。ありがとうございます。